どうもです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、たこ焼きになります。たこ焼きといえば大阪には一家に一台必ずたこ焼き機があると言われてるんですが、我が家にはですね2台あります。そんな大阪のソウルフードともいえるたこ焼きなんですが、今回は市販のたこ焼きの粉を使って焼き方一つでお店で食べるような美味しいたこ焼きの作り方を皆様にお伝えできればと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それでは材料の紹介からしていきます。まずはタコ、天かす、粉かつお、生姜で刻みネギ、キムチ、これはね後でキムチと、これチーズと、これはまたたこ焼きとは別に焼いていきます。でこれ市販のたこ焼きの粉、作り方は裏に書いてある通りで作ってください。はい、それではこれで焼いていきます。それではまずね粉作っていきますね。はい、それではね鉄板が温まったら油引いていきます。今回はオリーブオイルでおしゃれにいきます。まず粉流していきます。粉はねちょっと溢れるぐらいに入れてください。でタコ入れていきますね。でここのね2列はキムチーズにしていきます。あー、ええ音してるわ。次はねこのこっち側ね天かす入れていきます。いきます。こっちも入れとこうか。天かす入れたら次ね粉カツをこの列に沿って入れていってください。で次はこれね紅生姜、一人ロシアンルーレ。はい、次はねここにネギ入れていきます。はいはいはい、ひっくり返していきますね。焼けてるかな。焼けてたらスッといくんで、よいしょ、もうちょいかな。あ、いけるいける。とね、ある程度火が通った状態じゃないとひっくり返らないんで、ちょっと厚めの鉄板にじゅーっと流し込んで、ここの十字サクサクと切ってクリンと全部。1回目はねもうひっくり返るとこまでひっくり返してください。で2回目にひっくり返すときに完全に丸にするんで、火力の強いところ弱いところがあるんで、それを見極めながらひっくり返していきます。でこれで1回目ひっくり返しました。次ね2回目ひっくり返すときにできるだけ丸にします。けどあんまりね早くひっくり返すとまだ裏が焼けてない時があるので、それもまずそれも見極めながらひっくり返していきます。1個ずつ丁寧に丸にしていきます。あとはこう見た感じでね、ここら辺が火力がやっぱり強いんで、このとここの入れ替えます。火力強いとこ弱いとこを入れ替えて焼いていきます。ただこっちからこっちがねキムチーズなんで、それだけ忘れんように。おいしそう。ポイントは2回目でほぼ丸にするということで、2回目3回目ずっと生地がね流れっぱなしやとどんどん形が悪くなってくるんで、
あとはね、具材を結構今回入れてるんで、その分ちょっとこうはみ出してしもたりするんですけれども、まあその方がね美味しいんで、具材はたっぷり入れてください。チーズなんかはね、すごく綺麗にまん丸に仕上がってますね。はい、それでは盛り付けていきましょう。それじゃあソースをねかけていきますよ、たっぷりと。パリたこ焼きといえばマヨネーズを。はい、それではいただきますと、その前にじゃん、レオ、大阪のねおばちゃんのヒョウ柄をイメージして、このヒョウのビール買ってきました。タイのお酒で、なんやろ、レオって書いてます。はい、それではね、この大阪のおばちゃんの服を彷彿させるヒョウ柄のビールいただいてみましょう。大きいちゃうか、まいか。それではたこ焼きいただきます。こっちがキムチで、こっちがそう、いきます。うまい。あ、自分で作っていうのもないけどね、店で作るよりうまいです。ではね、こっちのキムチーズもいってみましょう。うん、おいしい。キムチとチーズがね、ちょうどなんだろう、ソースに合うみたいでね、めちゃくちゃおいしいです。はい、本日はですね、大阪のソウルフードたこ焼きのご紹介でした。市販の粉を使っても焼き方一つでこんなに簡単に美味しいたこ焼きが出来上がるので、皆様もねこの動画を参考にしていただいて一度お試しください。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴームビーゴーでした。グッ。